皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。1980年代から1990年代の日本では、アメリカの大物女優が広告に起用されることが多く、雑誌やテレビ CM、 電車の中吊り広告など、そこかしこで外国人女優を見かけました。日本人の女優とは異なるゴージャス感やかっこよさから、男女問わず大勢のファンを楽しませていたのではないでしょうか。この時期一世を風靡した大物女優といえば、ブルック・シールズさん。起用された CM は多岐にわたり、王子製紙のシルコットや金棒化粧品、シャンプーのラックススーパーリッチなど女性に向けた製品の他にも、浄水器やステレオコンポの CM などもありました。ラックススーパーリッチの CM を引き継いだジェニファー・コネリーさんは、ネスカフェエクセラの CM にも起用され、スバル・インプレッサスポーツワゴンはウィノナ・ライダーさんを起用して、当時としても話題になりました。このように高級なイメージを狙って海外の大物女優を CM に起用することが多い時代でした。そんな時代の中、実はアメリカの大物女優が日本でとある活動をしていた経歴の持ち主であることが判明し、世界中で驚きのコメントが殺到する事態になりました。今回は日本人しか知らなかったアメリカの大物女優の過去に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を、私エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。アメリカの人気テレビドラマ、チャームド、魔女三姉妹に出演していた女優のアリッサ・ミラノ。実は彼女が80年代後半から日本でアイドルとして活動していたという衝撃の事実が SNS に投稿され、世界中の外国人たちに大きな衝撃を与え、大騒ぎとなりました。記憶に残っている方もいるのではないかと思いますが、当時アリッサさんはアメリカの後藤久美子と注目され、アイドル雑誌などに特集記事が組まれるほどの人気を博していました。そしてアイドル活動の基盤ともいえる歌手デビューも果たしており、ポニーキャニオンから9枚のシングルと5枚のアルバムをリリース。1989年3月のシングル「Look in My Heart」から始まり、1992年9月に最後となるシングル「Do You See Me」とアルバム「愛を素直に」をリリースしています。楽曲自体は英語の歌詞がメインでしたが、歌詞の一部に日本語が入っていることもあり、日本語での歌唱も披露していました。またその他にも日清製粉、ママーパスタとスパッソ、久光製薬の脳神ホワイトなどの CM にも起用されています。アリッサさんはニューヨークのブルックリン出身のイタリア系アメリカ人で、お父様は音楽プロデューサーをしており、お母様はスタイリストをしていました。2歳からダンスを習っていたアリッサさんは、8歳の時にミュージカル「アニー」の地方公演に参加。その後もジェーン・エアなどの舞台作品に出演しました。1984年に出演したテレビ「Who's the Boss」のサマンサ役で注目されると、一気にアイドル的女優の一人に仲間入りし、1985年12歳の時に映画「コマンドー」でアーノルド・シュワルツェネッガーの一人娘ジェニー役を演じてブレイクを果たします。その後は1998年開始の人気ドラマシリーズ「チャームド魔女三姉妹」で演じた三姉妹の三女フィービー役が好評となり、外国ではアリッサさんといえばフィービーのイメージが強いようです。コマンドーのジェニーやチャームドのフィービーのイメージが浸透していただけに、日本でアイドルだったという事実には外国人たちも大変驚いたようです。ハリウッドの大物女優の知られざる経歴に、多くの外国人たちから様々なコメントが寄せられていますので、早速その一部をご紹介していきたいと思います。アリッサ・ミラノが日本であんなに可愛らしいアイドルだったなんて、衝撃の事実なんだけど。チャームドのアリッサが日本のアイドルをしていた。これには世界中が騒然としているだろうね。え、本物なの？フィービー？何この事実？驚きすぎて思考が停止中。こんな衝撃的事実はそんなにないと思う。開いた口が閉じなかったよ。現実にこんなことって起こるんだね。これまでこの事実が表に出てこなかったのが衝撃的。それになんだかとっても可愛いじゃないか。大物女優の過去が暴かれたら、こんなにも可愛い少女だったなんて。
こんなサプライズならいつでも歓迎よ。コマンドーの後とかだよね。なんて可憐で可愛いんだろう。アリッサの一番可愛い時期を残した日本はすごいよね。他にも日本で隠れアイドルしていたセレブはいるのだろうか。日本はまだまだ何か隠しているかもしれないよね。なるほどね。リアディゾンの先輩になるわね。すっごく可愛いわ。素敵よ。アリッサ・ミラノはしばしば世界に衝撃を与えるよね。これには乾杯だ。1988年の映画雑誌ロードショーでは、噂の美少女アリッサ・ミラノという特集が2月号で組まれ、翌3月号で表紙を飾ると、この年は2度にわたり表紙を飾ることとなり、ジェニファー・コネリーさんやシンシア・ギブさんなどの大物女優と肩を並べています。アリッサ・ミラノが日本でアイドル歌手としてデビューした1989年当時は、アイドル四天王と呼ばれた浅香唯、工藤静香、中山美穂、南野陽子が活躍を続けている時期で、そこにウインクが加わり、日本のアイドルシーンを席巻していました。そしてこの年は、他にも宮沢りえ、細川直美、島崎和歌子、ココ、リボンがアイドルデビューしており、アイドル戦国時代真っ只中とも言える時代でした。外国人たちから寄せられた声の中にも含まれているのですが、実はもう一つ、アリッサには逸話があります。ディズニー映画リトル・マーメイドの主人公アリエルをデザインする際に、アリッサがメインのモデルになったと言われているのです。1989年版リトル・マーメイドといえば、古典的なおとぎ話で好奇心旺盛なマーメイドアリエルが海の中から地上に憧れ、人間のエリック王子に恋するお話で、今でも世界中の女の子が夢中になるキャラクターです。アリッサ本人はディズニー映画のクリエイターが自分をアリエルのモデルにしたことを知らず、随分後になってから自身が出演したテレビ番組でその事実を知らされたそうです。ディズニー映画には他にも実在の人物をモデルにしているキャラクターがあります。同じくリトルマーメイドの魔女アースラは、ドラァグクイーンのディ・ヴァインをモデルにしてキャラクターがデザインされました。また美女と野獣のベルは女優で脚本家のシェリ・ストーナーをモデルに、ポカホンタスは女優のアイリーン・ベダードがモデルになっており、ポカホンタス役として声優も務めています。そして日本でアイドルとして活躍したもう一人のアメリカ人は、2007年に歌手デビューしたリア・ディゾンが挙げられます。すでにアメリカでレースクイーンやモデルの経験があり、2006年と2007年に発売した2冊の写真集が2作合わせて30万部を超える売り上げを記録し、グラビア界の黒船と言われました。 CD シングル5枚とアルバムを2枚リリースし、富士フィルム、ロッテ雪見大福、花王など多数の CM に出演しました。欧米には日本のようなアイドル文化はないことから、日本でアイドルとして活動したアリッサやリア・ディゾンは、アメリカで数少ないアイドル経験者と言えるでしょう。またアリッサは近年ユニセフをはじめとした慈善活動にも力を注いでおり、親善大使としてアンゴラやコソボを訪問するなど、女優以外の活動も積極的に行っている彼女を知る人からすると、日本でのアイドル活動は衝撃が大きすぎたエピソードかもしれません。さて、アメリカの大物女優が日本でアイドル活動をしていたという衝撃の過去には、外国人たちからまだまだ多くのコメントが寄せられています。最後にそんな声をもう少しご紹介していきたいと思います。現実って稀に本当にすごい事実を投げかけてくるよね。あのフィービーが日本でアイドルをしていたとは。インターネットの普及でセレブのプライバシーなんてなくなっているのに、この事実は今まで全く表に出てこなかった。そのことに驚いたね。チャームドの頃からずっとアリッサに注目してきたのに、これまでこの事実を知ることがなかったのはショックだわ。30年も前の活動だけど超クールだと思う。現代でも十分通用するんじゃないかな。何何？日本でアイドル歌手としてデビューしていたとは、とっても驚いたけど知ることができて嬉しい事実だったよ。アジア地域の女の子ではなく、アメリカのアリッサ・ミラノがアイドルをしていたのはとても衝撃的だよ。ところで、この事実を本人は隠しておきたかったのだろうか。日本でアイドルをしていたということを。日本人だけが知る事実がとうとう世界中に広まったのか。本人としては隠しておきたい黒歴史だったかもしれないけどね。
僕は知ることができて嬉しいよ。世界中で今一番驚いているのはアリッサ・ミラの本人じゃないかな。俺らの100倍驚いているはずだよ。当時はインターネットがなかったし、日本の情報は入ってこないよ。だからこれまでこの情報が埋もれてきたとしても不思議じゃないよ。80年代に生まれた人たちは知っていた事実らしいよ。テレビに出始めた頃に日本でアイドルをしていたことが結構話題になったみたい。昔の話だからみんなもう忘れちゃってるんだよ。ちなみにリトルマーメイドのアリエルはアリッサ・ミラノがモデルなのよね。確かにアイドル時代の写真を見ればアリエルのモデルにしたくなると言えるわ。昔夢中でチャームドを見ていたのよ。こんなに衝撃的なエピソードはないわ。驚きすぎてすぐに妹に連絡しちゃったわよ。僕は80年代、90年代の J-POP ファンだから結構知っていると思っていたのに、こんなお宝が出てくるとは。広めてくれてありがとう。素晴らしい出会いだと思う。アリッサ・ミラノが大好きだったんだよ。日本でアイドルをしていたならその時代に知りたかったよ。だってこんなにキュートなんだよ。すごいことじゃないか。もしこれが現代のアイドルだったら間違いなくファンになっていると思うんだよね。アイドルの音楽にダンス、何よりも日本の可愛いにちゃんと同調してる。アリッサ・ミラノのアイドル時代の楽曲はとってもアイドルらしい曲だと思う。ダンスは当時の流行を取り入れてるよね。日本のアイドルプロデューサーはアメリカのアイドルにどんな楽曲を歌わせるかどれだけ悩んだだろうか。そのあたりのストーリーに興味があるな。かなりの難題だったと想像できるからね。なんというか、日本のレコード会社やプロデューサーたちが寛容というか、チャレンジャーというか、ひらめきに感服するよ。J-POP は奥が深くてね、外国人起用のいろんな歴史があるっていうよ。とにかく彼女の魅力が日本で 120% 引き出されたってことなんだよ。衝撃の事実だよね。本当に知ることができてよかった。それにしても本当にアイドルらしいアイドルしてる。こんな洗練されたアイドルをアメリカ人で作り上げたなんてすごいことだよね。日本で人気になったのがよくわかるよね。ダンスも当時の日本のトレンドが取り入れられているし、楽曲もいい。ほんと、かなりいい曲だと思う。映像を見ればよくわかるよ。これは絶対に人気が出るやつだ。日本がアイドル全盛期だった80年代、90年代は、洋楽の女性ボーカリストの人気も全盛期で、影響を強く受けた日本のミュージシャンも数多くいました。80年代を代表する女性ボーカリストといえば、マドンナやシンディ・ローパー、ホイットニー・ヒューストンにジャネット・ジャクソン、オリビア・ニュートン・ジョン。90年代に入ると、マライア・キャリーやセリーヌ・ディオンが登場し、ビョーク、ローリン・ヒルやブリトニー・スピアーズたちが世界を席巻しました。当時の日本国内では、洋楽の女性ボーカリストはアイドルとは対極的な存在感を示しており、同じ時代にアイドルとしてデビューしたアリッサ・ミラノはどちらの要素も持ち合わせたハイブリッドな位置づけを狙っていたのかもしれませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。